白瀬信は文久元年1861年三ヶ星にある寺の長男として生まれました。白瀬信陸軍中尉と30人の仲間たちが明治末期南極の白い大陸に繰り広げた壮絶な人間ドラマを記録した記念館です。マルチビジョンや最新の AV システムを駆使したリアルな展示内容とオーロラ実写館などが人気です。フェライトとは磁性材の一種で、その優れた特性は電子部品として幅広く利用されています。フェライトをモチーフにして磁石のパワーや不思議現象を体感できるミュージアムです。実験コーナーでは磁石レースや空気砲、ジャンボシャボン玉など体験を通して科学する心を育てることを狙いとした子どもと大人が一緒に楽しめる科学館です。TDK は磁性材料フェライトの事業化を目的として、昭和10年三ヶ穂出身の斉藤健三氏によって創立されました。TDK は何を作ったかをメインテーマに、 TDK の歩みをものづくりの歴史から紐解いていく資料館です。また平成18年の都市対抗野球大会で三ヶ星代表として出場した TDK 野球部が見事に優勝を果たしましたが、黒字式やウイニングボールなどを歴史館に展示しています。三ヶ星の今日の豊かな姿は、私たちの祖先の優れた英知と人知れぬ努力の賜物です。825分の1に復元した久方の模型や当時の景色を余すことなく今に伝える絵屏風のほか、芭蕉の八句短冊など数多くの貴重な資料を展示しています。秋田観光情報の発信基地、規模・利用客数とも東北最大級の道の駅です。4階にある展望天然温泉やレストラン、宴会場、秋田のものなら何でも揃う豊富なお土産コーナー、屋外では地元で採れた新鮮な魚介類、野菜など直売施設が軒を並べ、終日にぎわいを見せています。その他、西の神横丁、足湯温泉、遊戯広場など敷地2万坪の遊び心いっぱいの施設です。自然は訪れる人を優しく迎え、潤いと感動を与えてくれます。癒しのふるさと三ヶ星へぜひおいでください。